このゲーム最終期の、あの要は決勝戦ミラーグのパーティー、これおい勘弁してくれよ。にゃっ、おい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 、どこ行ったの。ねえねえ、ほんとに待って、まだ勝ち筋俺は捨てない。ここからなんかほっこり逆転する。あ、まあいっか。はい、というわけでね、今度は賢者の参戦になります。賢者はね、2グループありますんで、まあ、2グループ紹介いたしますけど、なんか似てます。はい、まず1チーム目、デスゴーゴーとメタルスライムになります。はい、こちらどちらもとも賢者はね、相性あります。で、打撃にかなり硬い2体がね、お供になりました。どうなるでしょうか。さて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 ね、珍しくなりました。賢者のね、戦いになりました。結構ね、バトルマスターの賢者はそこそこどちらもね、人気はあったって言っちゃあったんですけど、こうしてね、賢者とバトルマスターが並び立つ姿を見ることはなかなかなかったですね。本編でもね、そういうのはなかったと言っていい、ほとんど。さあ、この賢者のね、賢者は今回はね、デンタザウルス、ナイドウィッチの弱点をつけるね、光属性の呪文を、光属性だったっけ、いい本意味って。その爆発力だったっけな。さあ、メタルスライム早いですね。デインがドンね、打撃にみんな強いとはいえね、向こうは魔法に全員対して持ってるわけでもないのでね。合体呪文、違法意味爆裂。さあ、違法意味、うたウォーターブレッツドゥオ、うたウォーターブレッツドゥオ、うたうたウォーターブレッツドゥオ、うわ、強っ、うわ、強っ嘘、この賢者の違法意味の火力は、この、これメインウェポン説ありますよ。この違法意味、今までにね、にゃんにゃんにゃんね、今までにないダメージを叩き出してくれました、違法意味で。ね、賢者の高い賢さから繰り出される違法意味のね、火力かなり高いものとなっております。ちょっと待ってくれ、君はさあ、ここでスタッフには恐ろしいほどね、会心率が高くなっております。なんでこうなるんですかね。ね、おっと、ここでここで外れる。ここでね、ミスを帳消しにするかのようなね、レンタクルのね、命中値の低さ。は、さあ、角が巨大化して突進する風属性ハリゲンホーン、はいさあさあ、ナイトイチが遅れてやってきた、強っさあ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 、ちょっと私ね、考えるときにちょっとどうしても考えちゃうんですけど、賢者の石だな。オッケーオッケー、次ジタン、賢者の石でデイン。さあ、呪文で押す分ね、こっちは火力には困ってないですけど、ちょっと耐久が足らない説がちょっと出ておりますね。おっと、ナイスガード。この勇者の盾のガードでかい。この勇者の盾のガードはでかいですよ。このスターフリアでね、このスターフリア、おー、でも飲んだこれここもガードする。2連ガードは熱い。賢者2連ガードからの、ここでね、合体呪文、違法意味。さあ、このダメージがでかいぞ。そい、うわー、強ー。お互い結構だね、攻撃がお互い通る形になっておりますね。ただ回避とか、賢者チームには回避、回避があるんだよね賢者今のところ1ダメージも、このターンすげえ、このターンすごいぞ。賢者1ダメージも食らってねえぞ。このターン賢者1ダメージもかかってねえぞ。さあ、賢さが補正が上がりました。賢者相性でね、自己フラッシュの火力が上がっております。うん、なるほど、そこそこ効いております。こうしてみれば、とはい、さあ、お互い HP が並び立つ形になりましたね。こうしてみると、賢者チームはね、初め HP が劣勢から始まっているんで、比較的ダメージレスでは優位に立ってると言えるでしょう。で、2ターン目のね、さっきの流れもあったんで、これは分からない戦いになってきましたよ。さあ、ここでスーパーノファ、スーパーノファを選んでくる。これは大丈夫だ。賢者チームは、おーいお前本当に勇者の戦いカストル持ってんの。
この賢者の盾がいい仕事してます。かなりガードしてる、かなりガードしてる。ネタサイム賢い。そしてデインをちゃんとね、一番デインが効くね、バトルマスター打って、そしてイホイミを選ぶ。ちゃんとね、このイホイミで500ぐらいも400を持ってく。強すぎる、強い。これはあるか、これはあるか。これは賢者がもうめちゃくちゃ火力出てますよこれ。あ、ここでデンタックル307か。いや、これは最終ターンにかかっ、これは若干次のターンにかかった説が出ております。おっと、ここ賢者避ける。一番効く賢者が避けるのはね、でかいです。これは終盤の競り合いにかかっていますが、どうだ。素早さで言えば賢者たちが有利。しかもここでね、幻惑にするのはあり。さあ、素早さチームで言えば賢者有利。いけるか、このまま行くか、このまま行くのか、このまま、あ、いや、わからない。このスターフレアを一回でも回避すれば、あ、まあ、まだ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 、これは終わっちゃうのかな。このスターフレアが全ての一種を分けると言っても過言ではないですね。ここでスターフレアがどれ、誰、誰、あ、それはダメ。おお、あ、なんでそういうことすんの、なんでデンタックル、デンタックル、お前デンタいつからデンタはこんなに素早くなったんでしょうかね。賢者の参戦となります。武器がね、賢者の杖緑、ね、かなりこれが先ほどのタルカにも強かったですね。そして鎧がね、これ変わっていて闇の衣を指定されております。これはどう出るかわかんないね。闇の衣を着たところで魔法色は大して効果が出ないんですよ。で、お供がね、ギズモとデスゴゴン、どちらもね、大会でアホホロ使われておりますいや、結論言います。概要持って概要制です。さあ、賢者の挑戦になりますね。賢者とバトルマスターはね、こうしてみるとお互いね、あの打点がある戦いとなりますんで、結構泥にはならないんだよね。泥仕合にはならないんだよね。で、やはりね、決め手となってくるのはスターフレアの命中率、回避とかがありますんで、その命中率がね、気になってくるところではあります。で、今回ちょっと皆さん注目してほしいんですけど、主人公が闇の衣を着てるんですよ。賢者とかで闇の衣とか着てしまうと、賢さとか力が上がらないという補正がかかって、なんとギズモを避けるチンジ発生。いや、チンジでもなんでもない、 30% だ、お前の回数はお前の回数 30% だったわ、ごめんさあ、スターフレアがね、大体主人公行きます。これ闇の衣を着てる性質上、闇の衣を着てる性質上にね、あのスターフレアが大体飛んでくるのは主人公なんですよ。賢者が一番柔らかいんで、その性質上狙われやすい。その中で聖女の盾とか闇の衣を着ることで避けやすくなってるってコンセプトですかね。はい。さあ、メダパニが出てきました。めっちゃ効いたんだよね来ました、大会のギズモ、大会賢者ギズモ、よくいますこのパターン。大会の賢者にね、ギズモがいるのはね、もはや大会では日常茶飯事でした。このメダパニが強いんだよ回避不可能ですからね、回避不可能ですから、メダパニはね、避けることができないんですよ、マドイの息みたいに。さあ、このメダパニのね、メダパニの危機によってくるんじゃないかなという部分はあります。おっと、混乱したままだ。おっと、混乱したままはでかい。叩くとね、あの治る可能性があるんですけど、ここで混乱したままなのはでかいですよ。スターフレアを封じてますからね。はい。さあ、このイホイミがね、いい打点になっております。イホイミ爆裂強い。このイホイミが的確にね、デンタザウスナイトウィッチの弱点をついております。混乱して攻撃できない。さあ、 HP 差はここで返す。さあ、デスゴーゴのジゴフラッシュがね、よく通っております。イホイミとジゴフラッシュ、光呪文弱点というところを取っております。再びでメダパニだ。おい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 バトルマスターがやったら混乱にかかっておりますバトルマスターのスターフレアを封じれば確かに怖いものは何もないですね。おっと、闇の衣さすが、闇の衣さすが、
闇の子供が仕事してんな。この避ける率はやばい。おーおーおーすごいな。ちょっと待って。みんなメタりすぎだって、これは。本日のチーム、非常にね、皆さんメタが多いんですよ。メタがちょっと多すぎるんですよ。はい。さあ、光と爆発。違法意味でね、打点を取りつつギズモに混乱させる。デスゴンゴン立ってるだけ。ね、デンタリッチにはやはりね、皆さん悩まされてる部分もあるんでしょう。その恨みが必死、必死して伝わってきます。もうね、パーティーが皆さんガチすぎるんですよ。メダパに3回目どうも、あははは、もうダメだ。こんなに混乱効くゲームあるかい。ねえ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 、こんなになんで混乱効くの、このゲーム。このゲーム怖えわ。このゲームそんなに混乱効くんかい。おい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 。さすがギズモだな、これ。こうしめとさすがギズモ感出てんな。さすが外役ギズモ。さすが外役ギズモやな、お前。これ外役すぎるって。外役すぎだろ、これ。外役すぎるでしょ、お前。おい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 。これはひどいな。なかなかにひどいぞ。さらにここでね、指定されたスペシャルカードダメ押しの賢者の石、 HP 差を広げます。このターンに勇気をため切ればもう勝ちですよ。コメントに書いていいよ。うん、大丈夫大丈夫、それで拾うわ。全員分1回は謝り終わるけど。おっと、ここでヒートアップに行きます。でもね、これでヒートアップの方が絶対勇気の回収量が多いんで、このターンに勇気を貯め切れば勝ちという状況下の中で、このヒートアップはいい選択になっております。なんと、わけのわからない技を吹き出しました。何してんの？ヒットポイント吸収せ。これを奪ったらもうマウントですよ。え？うわぁ！これはもうマウントだわ。ちょ、完全勝利するんじゃねえよ、君たち。あぁ！デスゴーゴン避けた。ねえねえ、デスゴーゴン見て、デスゴーゴン避けた。デスゴーゴン避けてる、あいつ。ねえ、デスゴーゴン避けてる、あいつ。デスゴーゴン避けてるで、あいつ。デスゴーゴンの回数何パーやと思っとんの。何これ。誰が干渉試合を出せと言ったんでしょうか。デンタリッチプロジェクト怖。はい、勝ちで。もうマウント、もうマウント。ねえ、残りスピード2223。ね、私はね、思いました。私は思いました。確かにね、デスゴーゴン、ギズモ、賢者。少数ながら、大会の優勝パーティーにいました。こうやってみんなやられてったんだろうな。多分大会の中で多分ね、メタパニがうまくいかなかった人とかいると思うんだわ。一応は。ただ、今回はマジで、本当にうまく刺さった。多分理想的に刺さったんじゃないかな、メタパニが。うん。いや、理想的、誰がこんな強パーティー使えって言ったんだ。勝負あり。いやー、すごい、頑張った、頑張った。頑張った。頑張ったけど、お前ら、ちょっと待て。外役すぎるって、パーティーが。もうちょっとちゃんと弱いの出せや。お前ら、なんか、外を持って外を制してばっかなんだよ、みんな。